福樹草は、金宝下科の多年草。福樹草を刺す場合と、下記の4種を総称する場合がある。別名、元日草、毒草である。1月1日の誕生下。日本では、福樹草、道の区福樹草、北見福樹草、四国福樹草の4種が自生する。北見福樹草の種小名であるアムレンシスは、アムール川流域のという意味である。福草は、 自生地が北海道から九州にかけてであり、茎が中身であることが特徴である。北見福寿草は自生地が北海道東部に限られ多毛であり系が中身で一株に一輪しか花をつけない点が特徴である。道のく福寿草は自生地が東北から九州にかけてであり、茎が中空で額が花びらの半分程度であることが特徴で、 他種の学と花びらの長さは同等程度なので見分けることができる。四国福寿層は自生地が四国及び九州の一部に限られ全層無毛であることや茎が中空であることが特徴である。夏季は早春であり3から4センチメートルの黄色い花を咲かせる。当初は茎が伸びず土に包まれた短い茎の上に花だけがつくが次第に茎や葉が伸び、 北見副樹草以外はいくつかの花を咲かせる。花は花弁を使って日光を花の中心に集め、その熱で虫を誘引している。そのため太陽光に応じて開閉する。葉は細かく分かれる。夏になると地上部を枯らす。初春に花を咲かせ、夏までに光合成を行い、それから春までを地下で過ごす。いずれの種も石灰岩質を好む。根は ごぼうのような、まっすぐで太いものを多数持っている。毒性が強く、毒性、薬理作用ともに、アドニンという成分によるものと考えられているが、他に、シマリンやアドニトキシンも検出されており、特に、シマリンには調理残留研究報告も存在するため、こちらの方が、薬毒主体とも考えられる。共振作用や、利尿作用があることから民間薬として使われることがあるが、 素人の利用は死に至る危険な行為である。地面から芽を出したばかりの頃は、吹きの塔と間違えて、誤食しやすいほか、若葉がよもぎの葉に似ている。症状は嘔と、呼吸困難、心臓麻痺などで重症の場合は死亡する。典型的なスプリングエフェメラルであり、春を告げる花の代表である。そのため、元日草や昨日草の別名を持つ。 福寿草という和名も、また新春を祝う意味があり、縁起物の植物として、古くから栽培されてきた。江戸時代より、多数の園芸品種も作られている古典園芸植物で、福寿草と道の区福寿草を掛け合わせた、福寿会をはじめ、黄色や緑色の花をつけるものなど、多数の品種がある。正月には、ヤブコウジなどと寄せ植えにした植木鉢が販売される。ただし、 福樹草は根がよく発達しているため、正月用の小さな化粧鉢に福樹草を植えようとすると根を大幅に切り詰める必要があり、開花後に衰弱してしまう。翌年も花を咲かせるためには、不格好でもなるべく大きく深い鉢に植えられた福樹草を購入する。路地植えでもよく育つ。花言葉は永久の幸福、思い出、幸福を招く、祝福。 郵政省発行の切手の衣装になった。ありがとうございます。